どうも、おしがすぐしの日本人アニメリアクターわさもんです。よろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数年内5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは MF ゴースト第1話ターン1ターン1英国からのチャレンジャー、挑戦者と書いてチャレンジャーというです。楽しみだね。でもね、あれなんだよね。ゲームは、やったことあんの？ゲームセンターで。やったことあるんだけど、イニシャル D をね、やったことあるんだ。漫画もちょろっと読んだことあるけど、がっつり知ってるわけじゃないんだ。豆腐屋が早いっていうだけの知識しかない。だから登場人物がもしかしたら、出てくるかもしれないんだけど、ちょっとそこら辺はわかんないんで、イニシャル D わかる人いたら教えてください。マジでわかんない。本当に豆腐屋の息子が豆腐を誰よりも早く届けるために早くなったっていう知識しかないんで。なんかキャラクターがこのセリフがとか、なんかこの車はあれがこれがみたいなのがあればちょっと教えてください。86っていう車も知ってるんだけど、どれが86かはわかんない。俺は豆腐屋の車しか見たことがないから、それぐらいの知識でございます。でも曲はめっちゃ好きだから、もうそれだけ。すいませんね。よろしくお願いします。じゃあ早速見ていきますんで、お付き合いください。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。アマプラなんだよ。アマプラだけだった。楽しみだね。はい、それでは Amazon プライムで再生していきます。3、2、1、スタート。箱根じゃん。確か箱根のはずなんだよな。行ったもん、ここ。もうかっこいい。ドローン使って撮影とかすげえよな。3000万人。何にもわかんない。グリップなんちゃらってなんだ。MFG。MF ゴースト。ターン1。ターン1。英国からのチャレンジャー。ターン、チューン、どっちだ？普通に第1話って読むか。エッチだ。ワン GTR だな、これは。俺が使ってた車だ。 GTR は使ってた。なんだ例の爆発って。
相葉。早っ。ナンバーセブン。こいつの名前が蓮なのか。来た。聞こえてねえじゃん。彼方。誰だ、こいつ誰だ、結局わからなかった。なんかあったのか。古くねえか、表現が。レンって誰だ。何にも分かんない、ごめんね。レンか。お前がレンね。うん、分かった。分からね。小型自動車。86？ 何これ、何も分かんねえ、分かんねえ。よく分かんねえけど、なんで普通車でペダルが3つもあんだ。ああ、そういうことか。クラッチか。
保険かけと保険かけすぎじゃない？あら、自慢じゃん、マウント取るじゃん。MFG に出るんでしょ。MF ゴースト。お父さん誰だろう。 MF ゴースト。ギャー、女の子ってこうなんだよな。お父さんか。お父さんだ。MFG のゴーストってそういうことなのかな。やめとけって。出禁になるよ。やばい、バレる。大丈夫か。よくない。そう。かっこいいな。スキヤだ。がっつり出てるスキヤだ。
うまそう。腹減った。食いてえ、すき家に来て、食いてえ。腹減った。19。お前24なんかよ。すき家行きたい。牛丼食べたい。お腹すいた。コアラのマーチ。本物が出てくる。日本ってすごいんだな。ほう。やっぱガソリン車なんだよな。いいよな。かんねえな。かわいいか。かっこいいじゃない。なんだろう。何かな。あ、やばい、合うじゃん。ここで合うんじゃね？参加してない。生き字引。高校生にこんな格好させんなよ、ほんと。よくないわ。鼻の下を伸ばすな。395神50。
AKB みたいだ。ナンバーセブン。お前だってエロい目で見てんだろ。86って書いてある。86番。86だった。86なんだ、この車。すげえ。3回。番号が86っていうだけ？全然わかんねえ。ほら、ここで。うん、まあ終わるやろうな。まあ終わりは。全然わかんないんだけど、多分イニシャル D の方からのキャラクターとかも いたりするの。尾形とか多分そういう感じなんじゃないの。尾形とか先輩とかはそうじゃない。悪魔の Z ってイニシャル D だっけ？違ったっけ？湾岸だっけ？イニシャル D じゃねえかな、悪魔の Z って。なんだ、彼方が乗ってる車は86でいい。番号だけが86っていうことなのかな。なんか大型が説明しようったけど、ようわからんやったな。ごめん、本当に車の知識がないし、イニシャル D の知識もないから、何にもわかんないんだ。ごめん、怒んないで。でも、面白いから見るよ。絶対、もう先に言ってく、もう、最終回まで動画投稿する、俺は。次回予告。
デビューやもんな。がっつり多分行くんだろうな。うわー悔しい、何にもわかんねえ。ちょっと待って、イニシャル D だけちょっと調べよう。イニシャル D のキャラクターだけ調べる。ちょっと待ってね、 D アニメストアにね、イニシャル D はあるから見とけばよかったな。ここに尾形って書いてあったらそういうことじゃない？違う？あ、わかんねえな。いないな。いな、いない？わかんないな。イニシャル D もいっぱいあんだなぁ、おい。めちゃくちゃいっぱいあるじゃん。すご。多分いろんなキャラクターがいっぱい出てくるんだろうな。なんか俺わかんないから教えて。でも俺が知ってる86なんかああいう形じゃなかったんだけど、86って何なんだろう。車のあれだったような気がするけど、ちょっと待って、あと悪魔の Z ってなんだっけ。悪魔の Z、 あ、湾岸だ、ごめん、悪魔の Z は湾岸だったわ、ごめんごめん、マジであのね、そこら辺がごっちゃになってんだ。ゲームセンターで湾岸が4台置いてあって、その隣か後ろかにイニシャル D が4台置いてあった。それは覚えてん。4台だったかな、2台だったかな、ごめんごっちゃになってるわ。もうあの本当に申し訳ない、それぐらいの知識ないよ。で、あのイニシャル D の知識もないし、車の知識もないから、なんかそれぞれ教えてもらえればなという感じです。ごめんなさいね。いやーでもやっぱ面白いよ、好きだね。で、多分 MFG ってこの G のところがゴーストってなってんなら、多分お父さんが走ってたとかそういうあれじゃないのかな、わかんないよ、わかんないわかんないけど勝手にそう思ってるだけ。 GTR めちゃくちゃ乗ってた。3ペダル、そうやな、どう考えてもクラッチだもん。いや、一応これでもマニュアルを取ったんだ。オートマじゃないよ。マニュアルを取ったんだけど、車にもう乗ってないからしばらく。で、実家の車は家族兼用でオートマ車だったし。わぁ、すげえ。こういうかっこいい車乗ってみてえな。男の子ってこういうのが好きなんでしょうの典型だよね。やべえ、ま。次回はもうがっつり。カナタが走ってるところから始まるからね、どういう風になるんだろうか楽しみなんでね。いいね、もう先に言って、もう本当にあの最終回まで絶対動画の投稿はするから、ハマってるよ、楽しみだね。で、やっぱ86を受け継いでいる、86番楽しみ。イニシャル D をやっぱ見た方がいいのかな、見なくても楽しめるでしょう。俺が今実際に楽しかったんだもん。まあ、もし一緒に見ようっていう方いらっしゃいましたらね、今後もお付き合いくださいな。じゃあ、終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、Twitter のフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらチェックもぜひ。ということで、MF ゴースト第1話。英国からのチャレンジャーでした。ありがとうございました。奈良に。